れですかね、3.11の前の状況なんかですと、なんだろう、でもやっぱりなんか原子力っていうのは一種鬼っ子みたいな存在だったと思うんですよ。で、僕なんかこう大学の動向とかちょっとこう見てると、各大学のいわゆる原子力工学科みたいなところが全部ですね、名称変更するんですよ。ほう。で、まあ、典型的なのが量子エネルギーとかいう名はあ、前な変わるるんですよ。ほまあ、ど。確かに量子のエネルギーを取り出すからなんですが、なんかね、ある時点から日本っていうのはその原子力を歌うことがなんかこうタブーになったんですね。ほう。で、どこからなのかなと思ってね、僕ね、ずっと調べてたんですけど、まあ、これまたちょっと歴史の話になるかもしれませんが、多分ね、福沢諭吉さんあたりが西洋からいろんなものをこう導入した時というのは、精神の部分、こう例えば科学に対する考え方とか、それをねすごく強調されてるんですよ。ところがね、それは日本にはね、で、結局だからそのフィロソフィーの部分が全く欠けちゃって、いかに便利に使うかっていうところだけ入ってきちゃったんですよ。で、だからその日本の大学の特色っていうのは、実は工学部が非常に強い。で、例えば博士号にしても工学部の工学博士が一番多いんですよ。で、これはヨーロッパとかアメリカは全然違うんですよ。やっぱ物理。いわゆる、PhD って言いますか、こう哲学博士みたいなのが多いんですね。だから、ね、やっぱりそういう精神的な支柱の部分がうまく輸入できずに、よく言うのはこう和魂要塞って言うじゃないですか。で、その要塞の部分だけでやってきちゃったから、なんかこう原子力っていうものに対する考え方も便利ならいいんだけど、非常にまずいな、こう事故みたいなのが起きた時には全てもうやめてしまいとか、なんかそういうのあると思うんですよ。ただだからそれは3.11の前もなんとなく原子力に対してはやっぱタブーがあった。で、それが3.11以後は一種も完全に何にも言えなくなったんですよね。この3.11前には原子力発電というものに非常にこの賛成する立場の人が一斉にパッと変わっちゃった人も結構いるんだよね。要は完全にこう転校した人は大勢いますよいっね。ぱいいる。しかしそういう人ってどうなのかなと思うんだけれど、このリスクの事部分を故っね、多分ね、た。考えてなかったんですよ。だからその必ず技術にはそのいい部分、便利な部分と、その事故の時のそういう危険性とかってあるわけですよね。例えば飛行機に乗ってたって非常に便利でまあいいそうけれだどよね。も、落ちた時には非常にまずいわけじゃないですあるよか。ね。だでかもそれを一応引き受けて僕ら動いてるつもりなんだら、よ。だ引き受から、けてる人と引き受けてない人がいるんですか、やっぱりね。俺も船乗ったらね、じゃあ俺の船乗ったら楽しいよって言うけれども、乗った人に絶対安全とかって、いや、そんなこと答えられるわけないでしょ。台風がいつ来るか分かんない、天気ってもいつ変わるか分かんないよ。でもまあ俺がいる限りはなるべく安全にするけれども、その代わりものすごいいい体験を積むことができるよ。で、どっちにする？っていう感じだよね。じゃあ、コシさん信用して乗るわみたいな感じになるわけで、そこのところではリスクをこう引き受けて乗ってくれっていうことになる。その代わりも陸の上では到底手に入らないようなね、楽しい、非常に充実した時間というものがこれゲットできるわけ。これもゲットしようと思ったら、やっぱりリスクは引き受けざるを得ないんだけれども、でも僕はそういったものを引き受けていくような人生をこれまで送ってきたし、多分竹内君もそうだと思うんだよ。働いたことないじゃん。働いたことないじゃんっていうか、就職したことないじゃん。そうですね。俺もね、就職したことないわけで。で、やっぱり最初からフリーっていうかね、一人でやるっていうのは、大学出るときは、相当なリスクを引き受けたと思うんだけれどもね、下手したらもうそのまま路頭に迷うんじゃないかっていうような恐怖もあった。あれですね、なんかこう自分で考えて自分でリスクと、責任を引き受けるというタイプの人と、じゃなくて誰かにやってもらうっていそうなうんだ人よね。は結構分かれますよね。分かれる。で、こう誰かにやってもらってばいいっていう場合だと、例えば国に任せておく、任せておく。誰かこう電力会社に任せておく、でも事故が起きるとなんでこんなことになったんなっだたっんてだっていなう。るんですよね。自分でラインを決められないわけ。何ミリシーベルトだったら安全かっていう。ラインを決めてくれっていう。僕は自分で決めるよ。そうですね、ここま自で分のでライン考だっえたら自分で行く。ここて、からちょっと危険が大きい。自分でその数値を決める。そのためには対象が何であるのかってことを徹底的に理解しなくちゃいけない。ここはなるほど、こういうものか。だったら自分はこのラインだったらいいからっていう感じで、出なかったら行動が取れない。そうですね、なんかこう科学的な知見とか医学的な知見っていうのをまず勉強して知って、で、その上で自分はこう、あるいは自分の子供に対してはここってこいこうとか基準ね、を自分で考え自るわけで分すでよ考えね。なくちゃいけない。で、それがなんか違ってて、こう政府が決めてくれ決めてと。くれ。
でただその数値に対していろんな専門家がいろんなこと言うから、言うから、より安全により安全になるんですよね。それ結局数値はどん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 下がってて、でどっかね、あれだな、放射能ゼロ宣言とか出されちゃって、あ、そんなとこないです、ないです。自然放射能がありますよね。ないですよね。うん、どこまで行って、どこまで行ったんだ。そうすると全く動きが取れないってことになっちゃう。動くなってことになる。これ植物ですよ、うん。動物に植物化しろってことになっちゃうんですね。結局そのところではね、このやっぱ動物か植物かっていう問題がすごいパッとね一致してしまうんだよね。うん、結局だから自分で引き受けて、うん、自分で知識を蓄えて、それで自分で決断するっていうんですかね、うん、やっぱそれをやっていかないと、やっぱりこのなんだろう、原子力の問題っていうのは、うん、ダメですね、うん、一人一人それをやると思うね。その上で僕は自然エネルギーが本当に成り立つっていう人にいたら、うん、まあ、その話をまずね聞いてみたいんだよね。どのようなイメージを持ってるのかなっていうのは僕は聞いてみたい、うん、僕のイメージの中だと成り立たないだろうって、うん、だから今どうなってんのかな、この戻りたい人戻れないの、戻れ、そうですね、うん、強制移住している人は戻れない地域もあります。戻りたい人戻せばいいなと思うんだけどね、うん、だからその一人一人の判断に任せたら、もう俺は戻りたいんだって、その戻った時の数値はこうですよ、うん、あ、この数値は俺は引き受けられるよ、戻れしたいっていう人がいたら、僕は戻らせてあげればいいのにと思うんだけど、だから完全になんかこう医学的にこれ以上、うん、これは非常に危険な地域だっていうところはもちろんダメですけど、うん、そうでない、まあ、グレーゾーンと言ってるかどうか分かりませんが、うん、個人で判断できるような、うん、まあ、数値であれば、うん、確かにそれはもう帰ってもいいっていうふうにすべきですよね、うんうん、ただそこをあまりにもこう数値を下げてしまうと結局帰れないし、もう何にも、であとはまあそこの生産される食べ物とかも結局流通できないじゃないですか、だからね、そこら辺は本当にね、なんだろう、パニックに陥ってとにかく危険だ危険だってやっていくと、うん、結果的に、ね、うまくいかないと思うんですよ、うん、ただ現状では実はその危険だ危険だと言ってない人たちはみんなね、陰謀に加担してるって言われちゃうんですよだ、ね、これは本当に、ね、困りますね。困っちゃうね、うん、一体どこにそんな陰謀があるんだって僕も言いたいんだけど、うん、要するに危険をすごく強調しない人々はもうね全員ね何かね何らかの利害関係があって、うん、買収されてるみたいなことで言われるんですよ、うんうん、あるいはそれを言うんだったら、うん、あんた家族ごと福島に移住してから行ってくださいっていう話になっちゃう、うん、行けるんだけどね、別に行こうと思ったら簡単に普通だけど、うん、仕事があったりしたら行ったじゃないですか、まあ、そうなんだよね、うん、すごく極論ですよね。まあ、僕はね、まあ、こう感情の面で ある程度感じる部分というのも、まあ、理解できる部分はあって、うん、僕自身やっぱり子供のことがすごくやっぱり心配ですから、そうするとなるべくやっぱりそれは当然その放射性物質は例えばこう体内に入らない方がいいに決まってるわけですよ、うん、で、まあ、だからそうすると食べるものとか、まあ、そんなものも気にはします、うん、ただね、じゃあ自分が自分のすごく可愛がってる子供のために、うん、なんだろう、外国産のものばかり食べさせるかとか言ったら、そんなことはしてないんですよ、うん、普通に水道水今飲んでるし、まあ、それで普通にいろんなスーパーに行って、うん、東北産の例えば、食べ物、まあ、それも普通に食べさせますよ、うん、でただその感情の部分はね、本当にね、怖いって感じちゃうっていうのはね、分かるんですよ、うん、なんかこう小さな子供を抱えてると、うん、ただそれででも自分がパニックに陥っちゃうと結果的にやっぱりいいことにはならないなっていう気がするんですよね、うんうんうん、パニックにね陥った時の判断っていうのはいいものにならないんだよね、うん、まずパニックを克服して冷静に考えましょうよと、ね、うん、もうヨットでもね、キャー怖いパニックになってっていう状況で何か操船判断とかしてもね、必ずダメだね、うん、一回冷静になって対象物を見極めるっていうようなね、うん、行動を取らなくちゃいけない。